皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、韓国系のくびれ巻きの巻き方ってね、いろいろなんか SNS で出てるかなと思うんですけど、よりそれを簡単にした巻き方を今日はご紹介していきますので、普段ね、どういう風に巻いてるのって思ってる方だったりとか、うまく巻けないという方はぜひこの方法を試してみてください。それでは動画をどうぞ。まずこのような状態でブロッキングを分けてます。だいたい耳の前ぐらいから上下に2ブロックぐらい分けて、で上の部分に関しては少し少なめにしてます。この下の部分に比べて、で後ろの部分も、表面は少なめにとって、残りの部分ですねは一緒くたに全部まとめてます。この4ブロックで両サイド、ブロッキングしてから巻いていきます。 26mm のコテを使っていきます。では実際に巻いていきます。まあ巻きやすい上の部分から巻いていけばいいかなと思うので、ここのまずサイドの一番上の部分から外に巻いていきます。でなるべく根元付近から巻いてもらって、外巻きですね、ぐるぐるぐるっと2回転ぐらい巻きつけてもらって、少しだけ時間を置いて毛先の部分に滑らしていきます。でこの時に滑らしてくる時になるべく前に向かって持ってくると綺麗なカールが出やすいので、少し前に引っ張りながら巻いていくのがポイントです。で最後の部分ですね、下の部分も同様に、ちょっとねここの横の部分に関しては少し上に持ち上げ気味で巻いてあげるといいかなと思うので、ここも根元付近からしっかりと外に巻いてもらって、2回転ぐらい巻きつけたら毛先の部分に滑らして前に向かって抜いていく、こんな感じですね。で次に後ろの部分ですね。後ろの部分も、後ろの部分は少し前に持ち上げながら1回転抜け、これは内巻きです。内巻きに巻いてもらって、そのまま毛先の部分に滑らしてきて巻き込んでいく、こんな感じのカール。で最後は下の部分ですね。ちょっと分かりやすいようにちょっと止めておきますね。最後は下の部分はそのまま外羽にコテを入れて、まあ、コテが平行になるようにまあ巻いてもらえるといいかなと思いますので、外羽に巻いていきます。このぐらいのカールがだいたいこのような感じになってます。両方巻き終わったらこんな感じです。上の部分と下の部分が外になって、後ろの部分が内巻きで、一番襟足の部分ですね、ここが外羽、こんな感じで、やってます。で基本的に縦に、カールがつければ別に問題ないかなと思いますので、縦巻きで、後ろに関しては、横巻き、まあコテを寝かすような感じで巻いてあげるとベストかなと思います。外していきます。で片サイド外して、このまま手串で溶かしていきます。ドライヤーでここのボリュームをちょっと出していきます。弱風で大丈夫なので、ここに風を当てて少し指で持ち上げながら風の力でここをボリュームを出していきます。次に根元に高さを出していきます。でこの時もドライヤーの風で少しね、ここのボリュームを指で出して立ち上げるような感じですね。でこの状態でさっきと同じように弱風で熱を当ててボリュームを出していきます。でここでスタイリング剤をつけていきます。オイルを取って毛先からつけていきます。でなるべく表面の部分ですねはちょっと上にね持ち上げながら、でサイドの部分も少し後ろ向きにスタイリング剤をつけてあげると綺麗な形になりやすいです。表面の部分も後ろ向きにスタイリング剤をつけていきます。
表面の部分も同様につけて形を整えていきます。で、ここのやっぱりこうボリューム感、耳が少し出てるようになれば OK かと思いますので、この辺もしっかりと立ち上げるような感じでボリュームを出して作ってあげると今風の巻き方になります。で、ここに関してはちょっとペタッと顔に沿うような感じで作ってもらって、根元のボリュームがペタンとならないように持ち上げながら、ここをくびれを作るような感じですね。で、スタイリングしてあげると形が綺麗に見えます。両サイド外して形を整えたらこんな感じです。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。で、ポイントとしては2つです。まずここのね、耳の部分のボリューム感が結構大事なので、前から見た時に耳が見えるぐらいのボリューム感を出してください。で、もう一つなんですけど、この表面の部分の角度ですね、どちらかといったらハの字になるような角度でサイドだったりとかのね、外巻きに巻いてあげると綺麗なね、くびれっていうのが見えてきます。なので、この2つを、まあ、しっかりとね、巻いた上 で毛先を外跳ねにする。そうするとね、綺麗なひし形のシルエットで、くびれヘアが出るかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、コメントだったりとかもね、お待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。